ボートレースファンの皆さん、こんにちは。9月10日土曜日、レースライブの時間です。ご覧のチャンネルではボートレース浜名湖の6日間開催、オール女子浜名湖ビューティーアタックのシリーズ5日目の模様をお送りしてまいります。いよいよ今日はセカンドステージ、4日間の予選競争を終えて、予選を突破した18選手によって今日終盤3つのカードで準優勝戦が争われます。優勝戦切符を手にする6名はどの選手になるのか、ぜひ最終カードまでご注目いただきたいと思います。さて、6日に幕を開けた今シリーズですが、序盤は秋晴れで朝晩の涼しさに深まる秋を感じました。ただ昨日の日中、そして今日は朝から夏のもわっとした暑さ、匂いが戻っています。ボートレースをご覧いただいている、お楽しみいただいている皆さんは体調管理に気を抜かず、1レースから準優メンバーが登場してまいりますので、注視をして、今日シリーズ5日目オープニングカードからご注目いただきたいと思います。それではまずはじめに全国の開催地一覧から見ていきましょう。グレードレースは多摩川の G1 戦初日、そして福岡の G3 戦、こちらも初日です。こちらの2場が初日を迎えた場、最終日を迎える場はありません。全国15場での開催です。代わってレジャーチャンネルをご覧の皆さんへ、今日のレースライブチャンネルメニューです。まずは380から382です。380は今日初日を迎えた多摩川 G1 ウェイキーカップ、佐藤雅子さんの解説を交えてお送りします。午後5時からは若松ナイターの5日目、鷲田義次さんのお話が加わります。381は江戸川の5日目、午後5時からは桐生ナイター3日目です。382は、はい、あいよ、これ徳山は言わんでいいやもんな、もうこれやってないもんな。はい、まだ言ってないです。382、福岡の G3 新 A リーグ戦初日、増田正文さんの解説が入ります。午後5時からは蒲郡ナイターの4日目の模様をお送りします。はい、代わって383から386プラスです。383は下関の3日目、池上哲司さんの解説が加わります。午後5時からは住之江ナイターの2日目、金谷秀夫さんの解説です。384はボートレース浜名湖、オール女子浜名湖ビューティーアタックシリーズ5日目の模様、終盤3つのカードが準優勝戦です。準優勝戦のインタビュー、そしてピットリポートがあります。385プラスでは戸田の4日目、386プラスは2限中継です。尼崎の4日目、そして若松の5日目の模様をお送りしてまいります。準優勝戦勝利者インタビュー、はい、すいません。シリーズ5日目準優勝戦勝利者インタビューとピットリポートがあります。
代わってナイターサマーレース太陽銀行一覧です。ナイターサマーレース太陽銀行はご覧の16校です。ご覧いただいている銀行以外では投票できかねますので、あらかじめご了承ください。ご覧のチャンネルでお送りするボートレース浜名湖のオール女子浜名湖ビューティーアタック、ここまで4日間の予選競争を終えています。昨日の浜名湖は1日晴れで、風は1レースは追い風、そして3レースからは向かい風と風向きが変わったものの緩やかな風で、比較的穏やかな水面コンディションでの戦いとなりました。しかしポイント争いは熾烈でした。ではここで昨日4日目のレースを競争成績とダイジェストで振り返っていきます。まず1レースから3レースご覧いただいています。1レースは進入固定戦、マクリザス4号艇の佐々木選手が1着、追走する2号艇のぼり選手が2着をキープ、コーナーごとに果敢に攻めた6号艇長島選手が3着争いを制しました。2レースはスタート展示は枠なりの並びでしたが、本番ではピット離ればらつきがあり大きく変わりました。しかも4号艇の平高選手が3角にして2-3、4-5、1-6、2-4の並びのスタートでした。逃げる2号艇北選手、マクイザス4号艇の平高選手、2艇が抜きつ抜かれつのトップ争い、最終コーナーで決着をつけ4号艇の平高選手に軍配が上がりました。結果2着は惜敗となった2号艇の北選手、連勝式1番人気での決着となりました。続いて3レースは枠なり進入から指して1着、2号艇の柳沢選手がシリーズ初白星です。2位以下は混戦ムード、2周1マーク抜け出す4号艇の糸勝選手が2着、3番手争いは競り勝ったのは3号艇の地元の佐田野選手です。3連単2番4番3番は62,920円、109番人気高配当でした。はい、代わって、浜名湖10レースの競争成績をご覧いただいています。スタート展示同様に6号艇の大塚選手がコースを動いて1-6-2-3-4-5の進入でした。1号艇増瀬選手が先前体制、そのうち3号艇香川選手がまくり差し届き2マーク先前で勝ち星を挙げています。2着に1号艇の松瀬選手、そして3着に2号艇渡辺博子選手が入選しました。最終第12レース予選記者選抜戦はご覧の6名で争われました。スタート展示は1-2-3、4-6-5の並びでしたが、本番は枠番通りのスタートです。ではご覧いただきましょう。3番、4番、5番、6番です。記者選抜戦の12レーススタートしました。4コース角から好ダッシュ、4号艇の大橋エリカ伸ばしていきますが、インから先に回っていきたい1号艇の長井を大橋がまくっていく。両者が競る真ん中へまくり出そうと5号艇の宇野弥生、懐旋回する6号艇の佐々木ひろみでバックへ入った。先頭はまくり出し決まった5号艇の宇野弥生、2番手は4号艇の大橋、3番手は6号艇。競争成績をご覧いただいています。レースを作っていく4号艇の大橋選手、その右隣から展開を捉えまくり出したのが5号艇の宇野選手。宇野選手が1着として、2着に4号艇の大橋選手、3着に2号艇大滝選手が入りました。ここは本当にビッグ配当となりました。2連単3連単ともに満州券、2番4番5番の3連単の決着は、3連単は120通りなんですが120番人気の決着、98,350円高配当となりました。はい、昨日4日目予選最終日を競争成績とダイジェストで振り返ってまいりました。
私立序盤から好成績で牽引をしてきた選手がそのまま、後枠となった。ちょっとごめんなさい、ここは後でまた考えます。それでは今日の競争成績をご覧いただきます。1レースから見ていきます。1レース一般戦進入固定はご覧の6名で争われます。このカード6号艇の木村選手がフライングを1本持っています。この1レースから準優メンバーに登場する選手が出走です。3号艇の寺田知恵選手と5号艇の久保田美希選手は12レースで再対戦となります。あ、そうや、ここで言うんですね。はい、わかりました。そうか、じゃあフライングを言った後になお、あ、わかりました。はい、6号艇の木村選手がフライング1本持ちです。なお今日からボート変更となっている選手がいます。6号艇の木村選手、ボート27番から55番、2連対率 31.9% の55番のボートに変更となっています。はい、すいません。さて終盤カードに入って準優勝戦が争われます。準優勝戦1つ目のカードはご覧の6選手によって争われます。このカードは3選手がそれぞれフライングを1本持っています。1号艇の佐々木宏美選手、2号艇の宇野弥生選手、6号艇の倉田郁美選手がそれぞれフライングを1本持っています。この6メンバーの節間成績をご覧いただいています。佐々木選手、昨日の後半カードは残念ながら6着大敗でしたが、それまでは全て船券絡みの戦いを見せます。シリーズ4勝を飾ってここは好枠1号艇を手にしました。そして2号艇の宇野選手、昨日前半カードは転覆のアクシデントがありましたが、後半は後輩との立役者となって1着まくり差しでの白星、シリーズこちらも4勝を挙げています。はい、はい、わかりました。浜名湖場外締め切り予定時刻一覧です。1レースの場外締め切り予定時刻は11時23分、最終第12レース準優勝戦の場外締め切り予定時刻は17時2分、午後5時2分です。第1レーススタート展示予定時刻はこの後11時5分です。第1レーススタート展示予定時刻は11時5分です。ああ、ごめんなさい。ではスタート展示まで今しばらくお待ちください。それでは第10レースの勝利者インタビューをご覧ください。第8レースを制しました2号艇永井雅美選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。これでもう昨日から2連対のゴールが続いてます。はい、それではレース早速振り返ります。8レース進入は1、2、3、4、5、6の枠なりです。2コースから昨日行き足良くなったと話がありましたが、今日スタートどうでしたか？そうですね、まあ、スタートはずっとあまり速くないんですけど、はい、全速で行けているので、はい、それでなんとか
いいんだと思います。さあここまくっていくわけですが、外は見えました。浜名湖、はい、第10レースの競争成績です。1着何番、はい、はい、ありがとうございます。